次き奈なは、日本のフィギュアスケート選手。パートナーは、野口博和、水谷太し洋、湯沢矢人。2008年、2012年全日本ジュニア選手権、優勝。2007年全日本選手権2位。神奈川県出身、青森山田高等学校卒業。青山学院大学卒業。 長野オリンピックが開催された1998年より、スケートを習い始め、小学校2年生の時にアイスダンスを始める。2007から08シーズン、湯沢彩人とペアを組み、初出場の全日本ジュニア選手権で2位となる。2008から09シーズン、水谷太志洋とペアを組み、全日本ジュニア選手権で初優勝し、同年の全日本選手権では2位入賞する。 2009から10シーズンよりアイスダンスからシンクロナイズドスケーティングへ転向し2010年の世界シンクロナイズドスケーティング選手権に出場し10位となる2011年の世界シンクロナイズドスケーティング選手権では12位となった2012から13シーズンより野口博和とカップルを組んでアイスダンスに復帰し再び全日本ジュニア選手権で優勝する 2013年8月、抜き打ちの薬物検査で、利尿剤のフロセミドが検出されたため、ドーピング違反として、9月12日から3ヶ月の資格停止を課された。これは悪質な違反ではなく、韓国旅行の際、むくみに効くと勧められた薬を服用したことによる。ありがとうございます。